どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好き、ガキオでございます。さて今回はプレミアムバンダイのページにお邪魔して、プレ版の新商品のお話をしていく、プレ版紹介おじさんの時間です。本日7月26日午後1時予約開始となります新商品のお話していきましょう。今日はですね、めちゃくちゃボリューミーですよ。正直ちょっと最近の中では一番の目玉と言っても過言ではない商品が来たのかもしれません。それでは見ていきましょう。はい、まずはこちらですね。マスターグレード100分の1エクリプスガンダム用マニューバストライカーパックです。機動戦士ガンダムシードエクリプスというシードの新外伝の主人公機専用のストライカーパックということで、以前からこのエクリプス用のパックが出るという情報は解禁されていたんですが、ようやく予約開始となります。それがマニューバストライカーなんですって。 EW452HM マスターグレード100分の1エクリプスガンダム用マニューバストライカーパック、月刊ガンダムエースにて連載の機動戦士ガンダムシードエクリプス主人公機のエプリクスガンダムに、すんげえ噛んだ、エクリプスガンダムに装着可能な新たなる装備マニューバストライカーパックが登場。各部アームによりフレキシブルな稼働のほか、戦闘機形態へも変形が可能。すごいですね、単品で変形が可能なんですね。マスターグレードエクリプスガンダムと連動する新たなるストライカーパックが登場。4機のブースターユニットを精密に造形ということで、これ後ろ姿すごいですよね。以前もお話ししたんですけれども、パッと見ゼノギアス、めちゃくちゃトゲトゲしいっていうね。でそれを装着した状態がマニューバエクリプスガンダムっていうらしいです。前から見るとこんな感じですね。完全にこれ台座がねえと絶対立たねえなつのはわかります。すごいですね、モビルアーマー形態にも装着が可能ということで、エクリプスガンダムのモビルアーマー形態時にもマニューバストライカーパックを装着可能ということで、サイバーフォーミュラーみたいなこと言われておりましたけれども、その戦闘機形態にさらに背中にガッチャンコということで、なんかすごいですね。よく見ないと何がどうなってるのかよくわからない形してますよね。はい、すんげえ速そう。これすごいですよね、単独で戦闘機形態に変形ということで、マニューバストライカー単独で変形が可能、オプション武装が付属ということらしいです。すごいですね、この機種の部分がなんかこうマクロスのバルキリーみたいなね形をしておりますけれども、ランチャーがつくのかな。これは何でしょうね、レールガンでしょうか、それともビーム砲なんでしょうか。あー、なるほど、こんな感じになってるんですね。なんかパッと見こうクロスボーンのね、背中っぽいイメージもありますけれども、すごいこうトゲトゲしいイメージがありますね。エクリプスガンダムに合わせたダイナミックなアクションが可能。4機のブースターユニットはアームによりフレキシブルに稼働させて、劇中の高機動な戦闘シーンを再現可能。でこれよーく見ると先端部分にこのビーム砲がついているので、それをこのね前の方にこう4門全部向けて、収束させてビームを放つみたいなこともできるんじゃないでしょうか。あれですね、あのアイズガンダムのあの背中のバインダーを前に向けてみたいなイメージと似てますね。はい、さらにストライクガンダムバージョンリマスターにも装着可能となっております。まあ同じねストライカーパックなんで、ストライクだったりとか、ルージュだったりとか、あとはノワールだったりとか、ああいったこうストライカーパックをつける、機体には基本的にはつけられるということなんですね。はい、そんなマスターグレード100分の1エクリプスガンダム用マニューバストライカーパック、お値段販売価格が税込み3300円となっております。で瀬戸内容がマニューバストライカーパック1式とオプション武装とディスプレイベースもつくということで、これありがたいですね、ベースもつきます。エクリプスガンダムとセットで販売するバージョンもあるのかなと思ったら、今回はなかったですね。いつか来るんでしょうか、どうなんでしょうね。個人的にはまあ8000いくらするこのエクリプスガンダムマニューバストライカーパックセットで、プレ版で来るかなと思ったんですが、パックのみと、なっております。これはねシード好き、そしてこのエクリプスガンダムも予約してよっていう方は要チェックな商品ではないでしょうか。まあこのこれだけ買っても他のストライクとかにも付けられますんで、いろいろ楽しめる商品なのかなと思います。はい、続いてはこちらです。ハイグレード144分の1、ガンダムサバーニャ最終決戦仕様です。いや、もう土着層テンション上がりましたね。これはこれ後で説明しますけど、ハルートの最終決戦仕様も予約開始となります。え、何年、もう10年越しに発売されますね。当時その00の劇場版のガンプラが出た時に、サバーニャの最終決戦仕様とハルートの最終決戦仕様だけ出なかったんですよ。まあ出なかったから皆さんこうスクラッチしていろいろこの最終決戦仕様作ったなんていう方もいらっしゃると思いますけれども、まさかね10年経って出ると思わなかったですね。はい、ガンダムサバーニャ最終決戦仕様、劇場版機動戦士ガンダム00より決戦時に登場したサバーニャの最終決戦仕様が商品化。増設された GN ホルスタービットを装備するバックパックおよびアーム、さらに GN ライフルビット2を新規造形で再現、最終決戦仕様時の重装形態を再現可能。嬉しいですね。
まあ、ぶっちゃけこの部分が増えましたよって感じなんで、当時本当自分で作ったっていう方は多いのかなと思います。増設されたアームは稼働し角度調整が可能。なるほどね、この部分がバックパックについている感じなんですね。はいはい、ちゃんと稼働しますね。わあ嬉しい。 GN ライフルビット2付属しますよ。ビット携帯の GN ライフルビット2がね4機付属します。でホルスタービット内に収納可能ということです。当時サバーニャにさ、このライフル2個しかつかなかったじゃないですか。なんで戦いして全部揃えたっていう方もね、いるとは思うんですけれども、やっとこうちゃんと付属してくれましたね。はい。GN ライフルビット2は各 GN ホルスタービットに収納することが可能。これ全部入るのかな？どうなんでしょうかね。付属内容こんな感じですね。あ、ありがたい。ちゃんと分離しますね、ホルスタービットね。で、2個ずつのやつが4つということなんで、全部にライフルビットが入るわけではないですが、元からついていたライフル2つに4丁つくということなので、この分はこう中に収納できるっていうことでいいのかな。いやーでもありがてえな。はい、そんなハイグレード144分の1、ガンダムサバーニャ最終決戦仕様、販売価格が税込み2750円となっております。まあまあ妥当な値段ですね。もともとのねサバーニャの出来を見たら、それの最終決戦仕様ということで、これはちょっとダブルOファンは絶対に手に入れたい商品なのかなと思います。そしてもう一つ、ハイグレード144分の1、ガンダムハルートの最終決戦仕様です。こっちもちゃんと出てくれます。ハルートに関しては最終決戦仕様の足のブースターはもうフルスクラッチじゃねえと作れなかったですからね。これは嬉しいですよ。ガンダムハルート最終決戦仕様、脚部に装備された大型ブースターを新規造形で再現、飛行形態にも変形が可能。さらにこっから重要ですよ、マルートモード用の頭部を新規造形パーツを交えて再現。やったやっとマルートの頭が再現できる。さらに新規造形の GN シザービットも付属します。びっくりですね、シザービットもつきますよ。最終決戦を再現、脚部に装備された大型ブースターを新規造形で再現、飛行形態にも変形可能。素晴らしいですね、造形がもうしっかりと再現されております。ほんでマルートモード用の頭部を新規造形パーツを交えて再現。このね6つの目が展開するのがもうかっこいいから、これは嬉しい。でびっくりなのが GN シザービットが付属、新規造形の GN シザービットが付属、最終決戦時の様々なポージングが可能とありますが、シザービットね2個だけです。はい、まあそっか、そうだよね。 GN シザービットは開閉しアクションベースで展示が可能ということで、はい、いやまあさすがに全部のシザービットを再現しようとすると何個つかなきゃないの、もう数えらんないくらいシザービットつけなきゃないから、さすがにそれは無理だったか。で付属品としてはね、今までついてたハイブのランチャーと、ライフル2丁とシザービットと、そしてあとはディスプレイベースもつきますよということです。そんなガンダムハルート最終決戦仕様、販売価格は2970円税込みとなっております。サバーニよりちょっと高いけど新規造形パーツ多いからまあしゃあねえかなっていう感じではあります。いやここはサバーニャとハルートは揃えて手に入れたい。やっぱりこれでやっとダブルOの劇場版を4体並べて再現できる、素晴らしいですね。はい、というわけで今回は本日7月26日午後1時予約開始となります新商品、マスターグレード100分の1エクリプスガンダム用マニューバストライカーパック、さらに144分の1のハイグレードガンダムサバーニャ、ガンダムハルートの最終決戦仕様が予約開始されるという話題でございました。ちなみにこのマニューバストライカーパックが11月発送、そしてサバーニャハルートは12月発送予定となっております。来ましたね、年末に向けてまだまだ出ますね。今の時点で12月発送そこそこあるんで、畳みかけてきますよこれは。まあとにもかくにもこのエクリプスガンダム、ガンダムシードエクリプス、どのように商品展開していくのかもすごい楽しみですし、まさかね10年越しでダブルOの劇場版の機体がまたプレ版で出るっていうのはちょっと想像つかなかったんで、まあ今後何が来るか本当にわからない、最近のプレ版は本当にわからないと思うプレ版紹介おじさんでございました。今日は以上です。また次回の動画も見てください。ガキオでした。